県警によりますと、今年に入り、先月末の時点で県内では1件の特殊詐欺事件が発生し、その被害総額はおよそ8800万円に上ります。1件のうち5件は、嘘の投資アプリを使用するなどした金融商品詐欺で、一件あたりの被害額が大きいのが特徴です。一方、去年1年間の特殊詐欺被害の認知件数は、 一昨年の3倍を超える48件で、過去5年間で最多となりました。被害総額はおよそ2億円に上ります。警察は特殊詐欺の手口は多様化、巧妙化している。お金を振り込む際には決して一人で判断せず、周りに相談してほしいと呼びかけています。